はい、マッチを良くすると細谷秀明でございます。日時はですね、2021年の、2月のですね、今日は13日でしょうかね。はい、青梅市立総合病院のですね、新型コロナウイルスに、ね、関する、新着情報でございます。はい、皆様とですね、情報を、共有したいと思います。はい、2月のですね、12日、金曜日のですね、青梅市立総合病院のですね、ホームページから参照しております。はい、新着情報でございます。青梅市立総合病院、2月のですね、9日は、前回もねお話しいたしましたけれども、42人の方がね感染しているというね、情報がありました。はい、ただですね、今日本日、昨日ですか、失礼いたしました、昨日ですね、2月のですね12日は青梅市立総合病院、感染された方、46人となっております。はい、内訳はですね、患者様、25人、職員の方、21人、合計でですね46人の方が感染された模様でございます。はい、前回のですね、2月の9日の時はですね、42人だったので、今回はですね、46人。ということは、4人の方がですね、新たに感染されたということがですね、これでわかります。はい。またですね、新しい情報が入ってきましたら、随時ですね、動画にアップしたいと思います。はい、現場からは以上でございます。街を良くすると、細谷秀明でございました。